マレーシア観光年で使用される前のアイオンマレーシアアイオンマレーシアはマレーシアの観覧車である。2007年にクアラルンプールで営業を始め、2008年にマラッカに移転、2010年まで運営していた。ハイトオークの出店ではアイオンマレーシアの全高は60メートルとされているが、マレーシアの新聞ザスターでは60メートルと62メートルという表記があり、 統一されていない。アイオンマレーシアは、クアラルンプールのティティワンサレークガーデンで運行を始め、観光客はそこで、12分の間に、クアラルンプールタワー、イスタナブダや、ペトロナスツインタワーを含む、市中心部や周辺2 0トル四方にかけての360度のパノラマを眺めることができた。2007年1月6日には、当時のマレーシア首相、アブドラ・バダウィによって、 マレーシア観光年2007で施設が使用されることが公表された。クアラルンプールの位置、北緯3度10分39.2秒統計101度42分15.68秒、北緯3.177556度統計101.7043556度、3.177556101.7043556、アイオンマレーシアは2008年の下旬に、 セントラルマラッカのマラッカ川の隣、タマンコタラクサマナに移転した。しかし、オーナーであった、ベルギーのレジャー施設会社、フィトラコ NV と観覧車のマレーシア企業が、違法であるという論争の結果、2010年1月、運行を取りやめた。観覧車は2010年10月に解体された。セントラルマラッカの位置、北緯2度11分23.4312秒。 時計102と14分29.00秒、北緯2.189842000度、時計102.2413889度、2.189842000、102.2413889高さ85メートル、または88メートルのアイオンマレーシアは、村下州の知事、モハマド・アリルスタムによって公表された。これは、中国で製造され、 マラッカ島に位置し、各6人が乗車できる54のエアコンディションゴンドラが設置された。2011年12月1日にオープンするスケジュールであったが、建設されなかった。101メートルのアイオンマレーシアも中国で製造された観覧車で54のゴンドラが設置され、2013年4月にマラッカ島で営業を始める予定であった。2012年11月、 モハマド・アリル・スタムは現場を訪問し4000万 RM の資金で観覧車の設置が完成まで15%進んでおり2013年2月に設置が始まる予定であると述べた。ありがとうございます。